23130型補給艦は、ロシア海軍の中型補給艦である。ロシア海軍では、長らく、ボリスチリ金急補給艦やドゥブナ級補給艦を運用してきたが、2010年代に入り、ボリスチリ金急補給艦が、老朽化により退役が進み、ドゥブナ級補給艦も、最新艦が収益したのは1979年と、関令30年を超えていた。さらに、 北極海でロシア海軍の艦艇に補給ができる対抗構造の補給艦が求められた。新型補給艦はサンクトペテルブルクの企業スペットスードプロエクトで SN クルグロフを主任技師として設計された。艦型は完備に環境や煙突がある民間の貨物船やタンカーと同じ配置である。艦隊はアーク4の対抗構造で、 厚さ0.8メートルの氷を割ることができる。艦首にはバルバスバウトサイドスラスターを有する。最下設備と補給設備は艦隊の中央部にあり、艦艇用燃料や航空機燃料、食料など固体、液体物資を搭載する。重油3000トンとディーゼル燃料2500トン、航空機燃料500トン、潤滑油150トン、清水1000トン、 食料や予備部品100トンの積載が可能である。補給設備として、ハイラインを用いた門型の洋上輸送装置が、艦隊の中央部にある。本型は一度に3隻への給油能力を有し、試験公開では、キーロフ級、ミサイル寿命艦、ピョートルベリー級や、航空母艦、アドミラルクズネツォフ、アドミラルゴルシコフ級フリーゲート、アドミラルゴルシコフへの補給もいった。 当初は一番艦のアカデミックパーシンのみ建造される予定だったが、アカデミックパーシンの収益と同時に、2019年時点で同型艦を追加で5隻建造することが決定していたことが明らかとなった。ロシア海軍は本型をもっぱら北極海で行動する艦艇の補給に運用する予定である。ネームシップのアカデミックパーシンは、 ロシア科学アカデミー常任委員を務め、ソビエト連邦国家賞と、ロシア連邦英雄を受賞した、造船学者、バレンティン・パーシンにちなみ命名された。2014年4月26日に、ネフスキー造船所で寄港され、2016年5月26日に、浸水した。当初は2016年中に収益予定だったが、2014年、クリミア危機に橋を発する経済制裁で危機の、 調達に時間がかかり、2020年1月21日にセベロモルスクで北方艦隊司令官アレクサンダー・モイセーフ中将臨席の下と収益した。2番艦のワシリー・ニ・キーチンは、下半式の水道艦である PMT の開発、運用でソビエト連邦国家賞を受賞したワシリー・ニ・キーチン、上級大将にちなみ命名された。 ワシリー・ニキーチンは2021年3月26日にネフスキー造船所で寄港され、2024年に北方艦隊に配備される予定である。ありがとうございます。